ニュースポストセブンです。すっかりママの表情でした。昨年12月下旬、アニメ映画「鏡の古城」のプレミアムイベントに登壇し、帰宅する際の宮崎あおいさんを発見しました。目にも鮮やかなイエローのロングコートに上下が白の控えめなパンツルックで現れた宮崎さん。見送りする関係者たちに優しい笑顔を向けていました。2017年に岡田准一さんと結婚し、翌2018年に第1子となる男児を出産。2020年9月には第2子の妊娠が報じられました。ほっこり癒し系の私服姿と優しい微笑みは、愛する子どもたちが待つ家路を急ぐママそのものですね。